デッドマン装置。デッドマン装置とは、機械の安全装置の一つで、人間の操作者が死亡、意識不明などの事態に陥った時や、不要意に運転位置を離れた際に、自動的に動作、あるいは停止で事故を防止する装置である。特に車両のデッドマン装置を、デッドマンブレーキ、と称することも多い。自動車のデッドマン装置は、ドライバー異常事態応システム、と呼ばれる。 産業用ロボットのデッドマン装置はデッドマンスイッチと呼ばれる。コンピュータなど機械の不具合を検知する類人の機構はウォッチドッグタイマーと呼ばれる。1918年アメリカで地下鉄が速度超過したままカーブに侵入して脱線するというマルボーンストリート鉄道事故が起きた。死者多数の惨事を受けて車両や信号に多数の安全装置が導入されたが、 その一つが、運転席に設置され暴走を防ぐデッドマン装置であった。デッドマンブレーキの機構としては、自動復帰型、力をかけない、開放状態にすると、自動的にニュートラルになるのボタン、レバー、ペダルなどを持つ。運用中、それから手や足が離れ開放状態に戻ると、装置本体が動作する。列車運転中に運転士の意識喪失などの、 異常事態が発生した場合に自動的に列車を停止させる運転保安装置がある。大手施設などで一般的に使用されている。その言葉、デッドマンが意味するように運転士が死んで車両が暴走するのを防ぐという発想から来た言葉とも言われる。デッドマン装置が搭載されている車両には運転中に運転士が常に保持していなければならない装置部品が取り付けられている。 マスターコントローラーとブレーキハンドルが分かれているに、ハンドルタイプの車両では手を離すとマスコンハンドルの握り部分が飛び出すものマスコン可動部分が跳ね上がるものなどがマスコンとブレーキが一体化している一ハンドルタイプの車両ではハンドルの握り部分にホジレバーがあるものがそれぞれ一般的であるその他足元にペダルが設置された車両もある一般に運転中に これらの装置部品から手足を離すと即座に非常ブレーキがかかる仕組みになっているが、立行中のみ動作するもの、ハンドルがブレーキ位置にある場合は動作しないもの、ブレーキ位置にあってもブレーキ段数が一定以下の場合にも動作するもの、立行中のみ動作するが単に立行がオフになるだけのもの、さらにワンマン運転の路線、車両では、 動作時に無線による常信号が発信されるものなど、様々なバリエーションがある。なお、運転士に異常が起こった際に、これらの装置を握り締めながら気絶するなど、装置が動作しないケースは起こり得る。一方 JR 各社や第三セクター鉄道の場合は、一定時間運転操作をしないと、非常ブレーキがかかる緊急列車停止装置、e b 装置が一般的である。 この違いは、主に電車で運転されてきた私鉄と、元々機関車の一人乗務課の際の安全対策として導入されたものが一般化した JR-9 国鉄との違いによるものが大きく、JR の電車でもマスコンハンドルのバネ復帰によるノッチオフ機能は従来から装備されている。近年では、私鉄でも EB 装置を導入している事業者がある。一方で、 西日本旅客鉄道 JR 西日本の 323K や 225K100.5100 番台の EBN 型はデッドマン装置に近いものである。なお、2006年の鉄道に関する技術上の基準を定める省令の改正により、同令第79条第3項に基づき車両にデッドマン装置、または緊急列車停止装置、 EB 装置を設置することが義務付けられた。ただし、対象から除外されている車両もあり、詳細は以下の表に記載する。アメリカの鉄道会社では、一定時間運転操作をしないと、非常ブレーキが作動し、リセットボタンを押すまでブレーキが解除できなくなる。アラーターが導入されている。装置は、モジュール化されているため、義務改善の車両にもわずかな改造で導入できる。 しかし、CSX8888 号暴走事故では、車両の整備と操作ミスが重なり、非常ブレーキが動作せず車両は無人走行を始めてしまった。国土交通省は2016年3月29日に、ドライバーが急病などで運転の継続が困難になった場合に、自動で停止させるドライバー異常事態をシステムのガイドラインを策定した。 ガイドラインでは、異常検知では、システム作動によって、非常ブレーキが作動する、異常自動検知型と、ドライバー並びに同乗者が、非常ボタンを押して、押しボタン型を定めているほか、非常ブレーキ作動時の停止に関しては、単純停止方式と車線内停止方式を、定めている。非常ブレーキ作動時は、周囲に知らせるために、クラクションが鳴り、微糖とハザードランプが点灯する。 ドライバー異常自体をシステム搭載車にはステッカーが貼られる。2018年6月に日野、セレガに世界で初めて搭載されたほか、同年夏をメドにセレガと統合車種であるイスズガーラにも搭載される予定。日野自動車のシステムは押しボタン型を採用し、ドライバーが非常ボタンを押した場合は即座に非常ブレーキが作動して停止する。同乗者が 非常ボタンを押した場合は、軽いブレーキがかかった後に、非常ブレーキが作動して停止する。停止後は、客室内にもホーンが鳴ると同時に、赤色のフラッシャーが点灯する。停止後は、日野の ICT サービスである日野コネクトを通じて、ユーザーが登録したメールアドレスを通じて、対象者用、作動時刻、位置情報が通知される仕組みとなっている。 産業用ロボットのデッドマン装置、デッドマンスイッチは現在、イネーブルスイッチと呼ばれるもので、いわゆる3ポジションスイッチである。つまり、力を入れていないときは、オフ、適度な力をかけているときのみを終えぬ、そして強い力をかけたときはオフとなる回路である。このデッドマンスイッチは、産業用ロボットのティーチング時に有効となる装置で、 スイッチが ON となっている時のみロボットに電力が流れるようになる。ティーチング時、普段はデッドマンスイッチに適切な力を加えてロボットの電力を入れて操作装置でロボットを操作するが、非常事態において手元の操作装置を手放すか強く握ってしまうかは人よって異なり、どちらの場合でもオフとなるよう働くことで非常事態における災害発生を防止する。 医用放射線機器の内ち投射型 X 線装置は、爆射スイッチが押されている間は常に放射線が照射されるため、大線量被爆による放射線障害を防止する目的で、フットペダルから足を離した瞬間に放射線の位が止まる機構となっている。またそれ以外に、投し型 X 線装置や放射線治療装置は、操作者の被爆を防ぐため通常患者から離れた位置で、 操作を行わなければならないので、患者と装置の衝突の危険がある場合に、すぐに装置を停止できるよう、デッドマン型制御としなければならないことが、実規格に定められている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。